タンク長井は、日本のプロレスラー。妻は、元女子、プロレスラーの紫雷美を。2011年4月に入門。千葉県を本拠地とする海援隊土女としては、初の千葉県千葉市出身の選手である。陸上自衛隊に所属していたこともあり、体格が良くアマレスを主体とした試合を得意とする。10月14日にデビューが決まると、 その全々日に奇抜な模カ感ヘッドになり、周囲の度肝を抜いた。また、絵が得意でデビュー前から手書きのポスターを持って、他団体でチケットを売っている姿も話題になった。カジトマトとタッグを組むときはたまにパンプキン長いという、名前で登場する。2013年には、01の横山義和とタッグを結成し、他方面でも活躍した。2014年3月5日。 大石明による自主工業にて、シンク長井という名前で登場する。千葉県立千葉北高等学校、東京農業大学出身。2011年4月上旬、13期生として入門。2012年10月14日、高楽園ホールでの VS 本田歩夢戦にてデビュー。2013年5月6日、K。 メタルリーグ2013優勝2013年11月16日、新総健校の持つチャンピオンオブストロンゲスと、K 戦手権のベルトに初挑戦し負ける。2014年、海援隊土壌で、かつてのタッグパートナー福田洋と決別し、ザ・タンクスを結成。メンバーには、星野タンクロー、タンク横山、芝タンクを仲間としている。2014年1月13日に、 横浜にギワイ座にて、曲子式とかつての仲間、福田洋の持つストロンゲストオン、K、タグ王座に、バタンクと挑戦するも敗北。4月13日、スペシャルシングルマッチとして、レッスルマイナス1のエース回と対戦し、回にスプラッシュプランチャを決められ敗北。また5月20日のオーイズオーバー解散後は、新総研校と行動を共にしていて強月を結成する。 2015年9月6日に、日野博士を破り、チャンピオンオブストロンゲスト K 王座、第20代王者となる。チャンピオンダッシュにより、強月のリーダーの座を、新総研校より譲られる。2018年目、高井さと共に強月を追放される。その後、吉田彩と共闘し、シリウスロアを結成。ありがとうございます。